冷やさない方が良い部位はどこでしょうかっていうことで、親が言ったようにお腹、中国で言われるように足っていうことですね。自分のように肺に疾患などがあれば胸までかけた方が良いということでして、これはですね、この二つですよね、大きくは。中国が言っているよりも、親が言ってるお腹の方がより正解ですね。要するに、冷やしていい箇所なんてないんです。冷やさない方が良い部分はどこでしょうかっていうことで、もうほぼ全部冷やさない方が良いです。唯一頭部ですね。頭部は多少冷やしてもいいですけど、だからといってここずっとここだけ冷蔵庫、冷凍庫入れときますって言ったら死んでしまうでしょ。私もうここは冷やしていいので、クールブレインウォームハートって言うから、ここは冷やします、だからここだけ冷凍庫入れときますって言って入れといたら、それはもう死んでしまいますからね。なので基本的に冷やしていい箇所っていうのはないんですね。で、特にです、特にこの体幹部です。ちょっと頭部分かりやすく置いといた部分の体幹部は冷やさない方がいいです。ここが一番生命の源でしょ。ここが冷え固まって、固まってしまったら終わるので、ここは冷やさないことが重要です。ここを温めて、ここから例えば壊死していったとしてもまだ生きてるわけですよ、末端から。ここが冷えて停止してしまったらもう全てがパー死んでしまいますから、根本的には体幹部を冷やさないことが一番重要ということは覚えておいてください。だからお腹を冷やさないようにしやって、昔のね、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん言ってくれたのは先人の知恵ですね。お腹だけじゃなくて、この家庭っていうのに胸ももちろん冷やすと良くないですから、ちゃんとここまでは被ることが重要ってことですね。足というのはもちろん、これも足は頭寒足熱っていうので、もう熱がある部分だし、ここは別に冷やさなくていいので、足熱くなるし寝てる時、ここはもう冷凍庫に入れて寝ますって言ったらもう足ね、死んでしまうでしょ、それもね。なので足ももちろん極端に冷やしていけない部分ですけれども、足はまだ大丈夫、体幹部の方が重要ってことを覚えておいてください。なんせ体幹部にはまず内臓がありますからね。そんなことないぞって言ってもあるでしょ。で、内臓は冷えてしまうと危ないですね。血液が滞って眼化することで原因にもなりますし、寝苦しい夜はどうしたらいいですか。縦腰体操してください。もう寝苦しい夜こそ縦腰、最近の息吹体操なんかいいですよ。息吹体操なんかいいですし、もうあれをね100回ぐらいやったらもうスカッとしてめっちゃ汗だくなって、熱々ってなったら体温冷えてですね、しっかり寝れますからね。寝苦しい夜こそ縦腰体操お役立ていただきたいと思いますね。寝苦しい夜に無理やり寝ようっていうのは、これはストレスでしかないのでね、横になっとくだけでも体が緩まりますというか休まりますので、体を休めたいっていうんであれば、寝苦しい夜に寝れなければ横になってるだけでいいです。で、そういう時こそ縦腰体操やるんですよね。なら体の気のバランスが整いますんでね、非常に楽になるっていうことがあります。あとはですね、寝苦しいっていうのは熱が中にこもってるんですよね。だから縦腰体操をして基本的に代謝上げていくと、その後ちょっとでも汗が出る、その後体温がふっと下がりますからね。そうすると寝やすくなるんですよね。汗をかけない体っていうのは非常に熱がこもるのでしんどいんですね。汗をしっかり出せる体するためにも、中の筋肉インナーマッスル強くしていく必要がある。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。